皆さんおはようございます。長尾です。今回は沖縄県豊見城市にありますアウトレットモール芦平が行いましたギノザ観光と物産フェア、ギノザ村祖系青年会のエイサーMの様子を撮影しました。撮影日は2024年3月3日となっています。今回のエイサーMは実際にアウトレットモール芦平、ギノザ観光と物産フェアの出演の提供となっています。実際にギノザ村祖系青年会のエイサーMの模様は一体どうなったでしょうか。とても楽しみになってきますね。それではアウトレットモール芦平が行いましたギノザ観光と物産フェア、ギノザ村祖系青年会のエイサーMの様子が流れます。じっくりとお楽しみください。Oh.
Bye.
Sweet!
今回のアウトレットモール足部で行いましたギノザ観光と物産フェアギノザ村蘇慶青年会の映像演舞の様子はいかがだったでしょうか。実際に見てもらいましたが、とても素晴らしい演舞が魅力を分けましたね。これからもギノザ村蘇慶青年会の活躍にも期待していきたいところです。本当に素晴らしい演舞でした。とても良かったです。このチャンネルでは沖縄風景やイベント、そして沖縄の今の状況をお伝えするライブ配信を行っているチャンネルとなっています。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、そして通知音設定をお願いします。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。